僕は君らの代がなかったら多分この仕事してない。彼に出会ってなかったら多分こんなに華やかな美容人生飾ってないかなって。そうですね、今ちゃんと考えたらサトシいなかったら多分この仕事してなかったですね。何気なく商売気なくやってたりとかして、そこでただ生活してるだけっていう、この街がすごいいいですよね。すごいですよね。でもここも結構入ってますね、人いつも。ここもめちゃくちゃ飯がうまいのと、へぇー、これあれなんですよ、手前がこれ室内になってて、そこも全部そうですよね。そうですね。まあ夏にヘアショーで一回呼んでもらって行ったりとかよく言うんですけど、まあ、学生時代の中では一番楽しかったっすね、国際文化。あ、ぜひ先生に聞いてみてもらいたいですけど、割と派手めだったかもしれないですね。必ず下から数えた方が早い。そうですね、むしろ下から5本の指に入るような、うん、その輪郭を形成してくれた。なかなかできることじゃないことを平気でこうコミュニケーションお化けだなと思いましたけど、その瞬間はやっぱり彼の一番いいところをいつも毎日毎日見てるような気がして、それで技術をちょっと忘れる瞬間ありますよね。下手でもこんだけできてればきっといつか売れるだろうなっていう、まあ、割と練習はしてるんですよ。練習はしてるしできないから諦めちゃうとか一切ないし、熱くやってくれるんですけど、まあ結果を取りに行けた今この姿がちょっと信じられないぐらい、当時はやっぱり技術だけ見たら大変でしたね。でしたね。あと動いてるのかなってちょっと心配になるぐらいのレベルです。とにかくおしゃれ好きだし、美容好きだし、もちろんそうっすね、その熱い思い大好きな気持ちっていうのはもう、ぶっちぎりで彼らもね、これもしかしたら五条で初めて見るかもしれないですけど、あ、僕は君らの代がなかったら多分この仕事してない。あ、本当ですか。それ3年目、はい、五条のクラス初めて2年生を担して卒業生を担すっていうところに立ち会えて、でそれが君たちのクラス、はいはいはい、たの本当につまんなかったら多分辞めてるかなって思う。本当に思うのが、この間の国際文化の部屋長をやるときに、学生向けの、まあ、その一応ダメージデイムとかはっていうお話を聞いて、すごいふと思い出したんですよ。近くの美容師 その渋谷原宿の間からやってる美容師の男の子がインスタのフォローもすごく多いで、カラーリングとかじゃあ例えばすごく強く打ち出してる、でちょっとお話聞きたいですって言われてお店に来た時に、爪がものすごい汚かったんですよね。爪結構いってるねって、カラー多いんだねっていうちょっとオブラートに包んでったら、まあちょっとこうチェックしてる時とかも、まあグローブしてる暇はないんでって言って、こう自慢げにその人語ってたんですけど、まあもしそうだとしたならば予約を切った方がいいですね。なんかそこの店とかはレセプションがいなかったんで、じゃあお会計をその手でやってるってことですよね。これもうスタンダードがなくなっちゃってると思っていて、スーパースターになるわけでもなんでもないし、水商売なんで、
っぱり何かを提供して初めてお金をもらえるだけの関係性で、毎日カットするものにお客さんから感謝があって料金いただくっていうだけでお店が成り立つ職業だと思うので、そこがまだ今見失われがちになっちゃってるんで、やっぱその一番オーソドックスでオーセンティックなその形っていうのを崩しちゃいけないと思うんですよね。寿司屋と一緒だよっていう感覚みたいなのめっちゃ持った方がいいと思う、僕は男の子かって思いますね。僕は横地さんが最後に言ってくれてたんですけど、国際文化の国分寺校史上最高の男になるっていう目標をすごく熱く言ってくれたので、まあ、その時を楽しみに待ちながら僕は仕事を続けていきたいなと思いますし、もう若干もうそういう空気あるんですけど、こうこいつ俺の仕事なんだぜってこう胸張って自慢したくなるようなところまで今来てくれてるので、どんどん大きくなっていく姿を見続けたいなと思いますね。フォロワーを増やしたいと思って、たくさんの投稿をしていくよりも既存のお客様がみんな見てくれてるよっていうことっていうのはとても大切にしていて、今来てくれてる既存のお客様が普段生活してる時にインスタを開いたら僕のインスタフォローなんていうことを考えると、コピー&ペーストした文章とか使い回した画像っていうのはそういうお客様たちに対してどうなんだろうって思っちゃうんですよ。たくさん発見とか引っかかった時とかわかるんですけど、やっぱおしゃれなお客様はたくさん抱えてるし、なんか人と人なのを感じるので、文章とかはやっぱり一つ一つちゃんとこう伝えたいことをまとめて、ハッシュタグとか最低限にして、なんか生々しくタイムラインに上がってきた時に感じてもらえるような投稿をするっていうのはこだわりなんで、やっぱりそうなんですよね。だから文章をコピー&ペーストしてたくさん同じような投稿を上げていくっていうのは努力の矛先は違うんじゃないかなと思いますよ。わりかし来てくれてるお客様たちが見てるよっていう自覚を持ちながらインスタを投稿するっていうことをやってますね。おそらくフォロワー数の伸び方よりも内容の密さかなと思います。美容学校からの同級生で、当時入学して初めて1年生のクラスになった時の隣の席だったんですけど、彼がこうクラスに入ってきたんですけど、真っピンクだっけ、髪染めでしょ、あれだ、前髪これでいいやつ、そう、前髪で三つ編みしてる、うん、っていう、僕静岡から出てきたんですけど東京ってこんな感じかっていう、で、なんか伸び悩んでた時とかもね、もちろんあって、もう最初からこうまくいってるっていう風には見えなくて、学生時代から知ってる僕としてはすごい意外な一面だったんですけど、何やってもうまくいくやつだったり、何やっても中心にいたりするやつだったんで、入社したてからはもう本当その頃が多分一番合ってたのかな、うん、サトシとはもうほぼ毎日一緒にいて、本当、当時の彼はもう超ストイックで、むしろプライベートないんじゃないかっていうぐらいモデルハントにずっと費やしてて時間を、そうだな、学生時代僕本名健吾って言うんですけど、米沢健吾、まあ、僕が当時稲垣吾郎に行ってるっていうところから吾郎っていう名前が来て、かれこれ2、3年吾郎でやってます美容師のスタイリスト名も吾郎でさせてもらってて、すごいですね、すごいっすね、名付けの自分の本名より長いっすからね、すごい良かったですね。だから僕彼に出会って、彼に出会ってなかったら多分こんなに華やかな美容人生飾ってないかなと思うぐらい。頑張ってね、後半戦。お疲れっす。ありがとうございます。
元気です、朝から。よかった。私結構、でもよくさんも出てたと思うの。私結構ずーっと行っちゃう人なんですけど、土曜日ちゃんと、おはようってやってくれるんで、起きます、そこで。あ、ってなって。夜も元気です。なんかよくさん言ってたじゃないですか。一番疲れてくる時に、元気出したいんだよね、みたいな話してて、それって すごいなと思って。自分もやりたいけど結構難しいことで、やっぱよこさんが一番そうやって目立ってやってくれるから、みんなもそこでまた夜元気になって、また明日も頑張ろうってなって次の日来るっていう流れがよこさんのおかげでできてるなって思います。謙虚ですね。で、すごいこう細かく聞いてきます。聞いてくるし教えてくれるところとかがすごくやっぱ結構人をやっぱ見てるところがあって、まあ、例えばこうなんかこれ学びたいなと思ったら結構突き詰めてこう調べたりとか、理論的にしかまず調べて感覚的な感じじゃなくて、なんか常にこう探してるっていう上手になっていきたいんだよ。でそれをそうだ、形にしたやつは下の子に教えてくれたりとかすごくしてくれるんで、なんかこうなんか先生じゃないんですけど、すごく鏡みたいな感じなんですよ。なんか一緒にこう高め合いながらいけてるのをすごくまあ、リスペクトだなっていうのがあります。何でしょう。技術もそうなんですけど、やっぱりこう何ですかね。相手の気持ち考えて話してくれます。相手が、あ、これ嫌がるんだろうなっていうのとかは、まずそういう言い方でも言わないし、言葉が柔らかいです。で、結構響く言葉を言ってくれるんで、朝の朝礼とか、なんかこう、難しい、ちょっとかしこまった話とかするときとかも、なんかこう、柔らかく、僕たちに下ろしてくれるんで、話しやすくて、僕らが飲み込みやすいっていうのが、やっぱり、難しいですね。その僕たちがやっていくってなったら難しくて、すごい今も話しながら勉強をそれしてるんですけど、なかなか習得できない。小学校5年生の時に僕がそれこそ今日行かれたフッサンから引っ越して同じクラスだったんですよ。でそれでね、僕が目の前で、みんなの前で、じゃあ今日から入ります、鈴木ですみたいな、得意なことないのとか先生が確か聞かれて、で僕小学校の時からヨーヨーやってましたって言ったら、一人ちょっと空気感が違う人がいてでみんなその時の、思わない覚えてますね、そのクラスで僕がヨーヨーが好きだってやってるって言ったら、もう一人すごいヨーヨーフリークな人がいる。どんぐらい、もうそれ入ってきちゃいました、その話に。どんぐらい なんかやってんのみたいな話、もうみんなの前で。でもクラスで、もうというかもう学校で多分一番ヨーヨーやってたのかもしれないですね、その時ね。で僕がもうやばいことになったみたいな、ヨーヨーやってるなんか言わなきゃよかったみたいな。今最初です。一番最初。そう。なんか今、錦織圭選手がいたところのスクールに通ったりとか。そうなんですか。確かそのぐらいすごいレベルだよね、あそこは。うん、そうだね。立川に。マジっすか。そう。だからもう多分、ヨーヨーもそうだし、テニスもそうだし、美容もそうじゃないですか、多分。全体的に本当に本腰入れ出したら、すごいっていうのは昔からの印象ですね。僕、今、美容師よりもその、撮影とかヘアメイク雑誌のかのヘアメイク多いですけど、僕も美容業界に入るきっかけをくれたのはサトシで、専門学校の高校違ったんですけど、一緒に高校生の時にじゃあ原宿表参道渋谷とか古着屋さんセレクトショップ買い物行ったりとかして美容室に行くわけですよ。髪切るおしゃれな美容室で、高校生がじゃあ美容室髪切る、じゃあ俺も髪切ったらねブラブするのあれが髪切る。で、そこ で僕何個か原宿表参道渋谷の美容室に行って、かっこいいなって思ったのが多分きっかけ、多分そ
そうですね、今ちゃんと考えたらサトシなんか多分この仕事してなかったですね。多分悪い時も全部見てましたけど、もう全部ひっくるめて多分今自分の深さになってる感じがしますよね。一本筋通してるんですよ、ずっと美容師やって。結構いろんな美容師さんの悩みとかやっぱりヘアメイクしてると聞くんですよ。じゃあなんか人がどうの方のとか、やっぱりそういう次元じゃないところで今戦ってる感じがしますよね。やっぱ今 SNS がこんなに盛んになって、アップデートがものすごいもう5倍速10倍速まで速くなったと思ってるんで、やっぱりそこについていかなきゃいけないのと、取捨選択をしていかなきゃいけないかなっていうふうに思ってますね。どれもいいこれもいいっていうふうについていこうとするとどうしても追いつけなくなって、で何かできないのかの劣等感を感じてしまったりするから、まあ、スタッフに対してもそうなんですけど、取捨選択をするっていうことですね。自分自身も選んでいくっていうことなんですけど、今僕はショートのカットにすごく力を入れていて上手になりたいって思っている。カットに関してはで、カラーリングに関してはブリーチを使っていくテクニックのみに絞っている。要はハイライトとバレイヤージュとハイトーンから、これをどれだけ上手にできるかっていうところと、何かダメージレスで綺麗な色たちができて写真で写した時もそれが伝わるような写真を求める。ガラってなんか最高にクールだと思うんですよね。あのロゴマークとあのなんか打ち出すカラーやその集合体、やる企画や映像トータルで入れて最高にクールだと思うんですよね。そのカラーだけが特化しててもお店がそうじゃなかったりとか、例えばですけど、じゃあお店がすごいブランディングだけど実際に技術が下がってたりとか、すごい綺麗なフロアだけどめちゃめちゃ低価格帯の美容室が入ってたりとかじゃなくて、質の高い部屋とそれに伴った料金と質の高いお客様、それに対してやる気があってポジティブで光をどんどん出してくるスタッフに打ち出しの強さ、それに対してガーブランディング、あと最高にクールだと思ってるんで、なんかもっともっとこのどこを取っても最高にクールだっていうこの集団をやっぱり確実にもっと広げていきたい。なんか波紋をこう呼んでいきたいなってすごく思っている。それが今の目標ですよね。ただ僕自身も自分自身が出ていくっていうことに関してはある程度こう何でもかんでも出ていくタイプでもないままの歩み方をずっとしてきてるんで、こういう映像に収めるのもそうなんですけど、ただ自分を出していくことで自分のこの考えていることを発信していくことっていうのはとても大切。その先にはめちゃくちゃクールな集団をみんなに共感してもらえるかなって思ってるんで、それが目標ですね。Something